1000人を中心とし、ミーミルの泉は機会を逃せばもうオーディンは救えないわ。一刻も早くミーミルの泉へたどり着かなくちゃ。ならば西の神殿はガイアに任せるとしよう。わしは人の子らと東の神殿へ向かう。それじゃガイア殿には紹介殿と勝家だ。ゼウス殿には義経殿と俺がお供するとしよう。終わらせます。打ち取りました。いずれ退路が必要になるはず。私はここで拠点を死守しよう。危険な役目なれど、あの主ならば任せられよう。終わらせます。皮肉なものだな。復讐を誓った相手は食わねばならぬ。ドキ、金の気持ち、察してあまり。だが、世界を救うためだ。今はこらえてくれ。これはおあつらえ向きの裏道だ。神殿の後輩から奇襲するってのはどうだい。一度戦った戦場に再び降り立てるとはな。かぐやの力は実に見事だ。以前もこうして時を渡り多くの命を救った。ならばこたびも過去を変え皆の未来を救うのみよ。打ち取りました。行くわよ。何貴様ら、どこから現れた。まるでお手本みたいな動揺ぶりだ。奇襲作戦うまくハマったようだね。うん、どれ。おや、行くわよ。通れるようになった。はい、では遠慮なく進ませてもらおう。行くわよ。驚いちゃった。どれ。あなたってこんなにできる子だったのね。よし、準備は整ったようだ。早速我が力を送るとしよう。美しい。美しい。とうや美しい。はあ。了解。かき乱してやろう。父上が東の神殿を抑えたようだ。私たちも急ぎ続かなくては。これでよしっと。さあ力を注ぐわよ。力は十分に注いだはず。泉への門よ、開いて。やったわね。さあミーミルの泉へ急ぎましょう。ここまで踏み込んでくるとは。だが私の邪魔はさせぬ。よう、オーディン、立派にユグドラシルを育ててくれたじゃないか。いけない。泉にハデスが現れたわ。みんな急いでちょうだい。我が神通力味わえ。
プにならん。さあオーディン、お前の力全部俺がもらってやるよ。まさか利用していたというのか、ユグドラシルの力を縁としてこの私を。アデス、そこまでだ。オーディンの命お前に取らせるわけにはいかぬ。ゼウス、そうか、何もかも全てお見通しというわけか。貴様何を企んでいる。冥府で私に力を貸したのはなぜだ。お前に話すことなどもう何もない。さっさと魂をいただくとしよう。ハデス、まだ間に合うわ。これ以上バカな真似はやめなさい。やれやれ、まさか全部バレていたとはな。けどこれはこれで面白くなりそうだ。さあ冥府の戦士たち、存分に暴れてやれ。オーディンを血祭りにあげるのだ。一体何の邪魔だ。なぜお前たちが私を救う。今悠長に説明している暇はないの。つべこべ言わずについてらっしゃい。あなただって分かってるはずよ。ここを生き延びるには私たちと行くほかないって。やむろ。やはり。これでいいだろう。終わらせない。東側はもうメイクの名のたちに抑えられているわ。少ない西から脱出するわよ。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられる。これだからあんたは面白い。このまま進むのは難しそうね。迂回して敵の少ない南側を進みましょう。もう逃がさんぞオーディン。小賢しい真似を。急いで門を守る怪物を倒すわよ。このままだとオーディンが危険だわ。敵将長春雷が華麗に打ち取りました。美しい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 戦。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。この戦場、俺が根本に飲み込んでやる。違うなすすべもなく負けると。武芸だ。親しき者が活躍すると俺の心も踊る。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。
ここで私を救ってどうするつもり？一体何を企んでいる？あ、もうあなた死にたくないんでしょ。今は全力で生き残ることだけ考えてなさい。終わりしま言われずとむざむざ殺されるつもりはない。終わりに奏でましょう。よし、はい。心配ありません。圧倒的な力だ。私では勝負にならん。嘘だな、俺が負けるなんて。ハデス、ロキ、打ち取りました。お前もオーディンを救いたいのか。奴から受けた痛みと屈辱、忘れたわけではあるまい。忘れはしないさ。だが今の私にはそれ以上に大事なものがある。ロキが狙われている。すぐに戻らねば。終わりです。打ち取りました。驚いちゃった。あなたってこんなにできる子だったのね。腕は認めているわ。おっと、逃がしはしないぞ。さあ、おとなしくオーディンを引き渡してもらおう。いくら兄の頼みといえどそれは聞けぬな。ここは力ずくで押し通らせてもらおう。いいぜ、お前たちの気が済むまであがくがいいさ。どっちみち最後に勝つのはこの俺だがな。父は脱したか。では説明してもらおう、お前たちの行動の意味。分かったわ。私たちもあなたに聞きたいことがあるの。さあ聞かせてもらおう。ああ、努力が花開きましたね。